日本の潜水艦の優秀さには定評があります。今回は、その中でも、通常動力型潜水艦の素晴らしさについて、詳しく紹介したいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦を、龍の引き渡し式が行われました。そう、龍型潜水艦の11番艦である雄龍潜水艦は、広島の5基地が母港です。広大な日本の領海を防衛する、新たな戦力として、この日無事に、実戦配備の日を迎えました。雄龍は通常動力型潜水艦としては、かなり大きい潜水艦です。そう、龍型潜水艦は、1番艦から10番艦までは、ディーゼルとスターリングの2つのエンジンと鉛製蓄電池を併用した、推進方法を採用していました。しかし、11番艦雄龍は違います。ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式に変更しました。当時双龍シリーズではありますが、大きな違いができたことになります。ここで注目されるのが雄龍のスピードですが、公表された値は案外低いので、エンジンをガラッと変えたのに、先輩の10番までの潜水艦と差が、ほとんどないじゃないかという、不満げな声もあるそうです。確かに、万が一の場合を考えると、スピードは大切です。しかしこれは潜水艦です。そもそも現在の潜水艦の位置づけは、最重要軍事機密であるということはお分かりでしょう。そうなると、そんな重要な兵器の性能を推測するヒントとなる、ちゃんとした正確なデータを公表すると思いますか？ありえないですよね。雄龍のスピードに関しては、わざと、10番艦までと、大して差のない、いわばダミー数値を発表していると、判断するのが正解でしょう。雄龍だけが、正しい数値を隠しているわけではありません。従来の、そう、龍型潜水艦も、連続潜航が可能な時間や、最大潜航が可能な深さと、潜水艦そのものの性能に関わってくる、大切なデータは、全く公表していません。上のつく極秘事項だからです。厳重にも、厳重に機密扱いにされているということが明白です。もちろん、日本だけが、潜水艦のデータを隠しているのではありません。世界の国々も同じです。国防に関わる兵器ですから、当然といえば当然ですよね。ですから、雄龍の公表値水中速力20ノットは、本当のスピードとは、全然違うのではないかと憶測する人も、大勢いるらしいとか。そういう話も出てくるのが、当たり前でしょう。こういったデータを隠している理由ですが、正確な水中速度と連続潜航可能時間がわかると、この潜水艦の行動可能範囲が、他国にバレてしまう、恐れがあるからなのです。敵に発見されず、人目を避けての隠密行動が、最優先の潜水艦にとっては、活動範囲は、絶対に敵に知られてはならないものです。特に、通常動力型潜水艦では、絶対に外部に漏れてはならないのです。原子力推進型潜水艦なら、機関部分から判断すると、理論上は、ほぼ無限に連続航行できる計算になると言われています。原子力を利用した機関は強力ですから、水中でのスピードも30ノットは出ると言われています。逆に言うと、通常型と違って、原潜はデータを隠す必要がないということです。まあ、隠してもバレバレと表現する方がぴったりなのかもしれません。原潜だとしても、クルー、潜水艦乗組員は必要です。彼らは、海中に潜みながら狭い艦内で生活しています。当然、
彼らのための食料、物資の補給は必要になりますし、窓もない閉鎖空間に缶詰状態に置かれているわけですから、精神的な負担は多いでしょうし、課題も山積しているはずです。源泉自体の航行は止まることはないにしても、中にいる人間にはタイムリミットというものがあると思われます。王流の話に戻りますね。機関として、鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を乗せているので、先輩たちと同じ水中スピードではないでしょう。瞬間的なパワーは、原子力推進型に負けないのではないかと推測されます。源泉は利点が多いので、多くの国が保有しています。特に、アメリカやイギリスは、保有している潜水艦すべてが原子力推進型ですから、こういった国々が、軍事力では優位ということは、言うまでもありません。確かに、建造コストや、維持管理コスト、そして退役した後の廃棄処分の手間や経費を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これ以上のエンジン機関は今現在は存在しないと言われてもいます。余談ですが、原子力推進型で連想するのがアニメ、新世紀エヴァンゲリオンなのですね。あの中に出てくる S2 機関のようだなと感じていました。この S2 機関というのは、主人公が命がけで倒す人類の敵、使徒が、その体内に持っている永久機関のようなもので、それがあるため、使徒は長時間戦え、同時に主人公たちが苦しんだわけです。この永久機関というものは、かなり昔から人々が憧れていた存在でした。ルネサンスの偉大なる天才と呼ばれる、あのレオナルド、ダヴィンチも発明を手掛けたという説もあるそうです。そんなに古い歴史があるにもかかわらず、21世紀になった今でも発明されていないようです。ほぼ無限のエネルギーを発生させることができる機関と考えられているものですが、案外世界のどこかの国でこっそり製造中なのかもしれませんね。原子力推進型、通常動力型のどちらであっても、潜水艦の性能のポイントの一つは、最大潜航深度、つまり、どれぐらい深く潜れるかによって、敵のソナーの捕捉から逃れる可能性がぐんと高くなります。広大な海中のすべてを一気に索敵することは非常に困難です。というより不可能でしょう。しかし敵より深く潜ることができれば潜航深度対応のソナーしか使えないことを逆手にとって自分の位置がバレることなく敵だけを一方的に攻撃することができるのです。単純に考えても、敵より深い位置にいたら、敵を下から攻撃できますよね。また、攻撃しなくても、レーダー捕捉が難しい潜水艦が、自分たちと同じ海中に潜んでいるかもしれないという疑念を抱かせることができたら、敵艦艇の行動に、かなり制限をかけることができるはずですね。つまり、敵の捜索行動を牽制できるということは言わずもがなです。船体に使われている素材の強度から測ると、600m 以上の深度までも潜れると推測されています。事実なら、中国海軍潜水艦が約 300m と言われますから、かなり優位とも思われますね。しかし、万が一日中衝突となったら、部隊は、深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海もしくは南シナ海になると考えられます。この海域で中国海軍とぶつかると、仮定した場合、王流波オーバースペックではないかという指摘もあるそうです。潜水艦にとって大事なのは潜航深度だけではありません。日本の潜水艦が高いレベルと考えられている
もう一つの理由は静粛性です。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判明します。つまり、エンジン音が低い方がベターでしょう。横流は、原子力推進。型よりも、構造的に優れた部分を極限まで求めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったのです。横流の優れた静粛性を証明したのが、2018年1月に起きた、中国潜水艦の浮上事件です。日本の領土であり、中国が、たびたび領海侵入を繰り返して、紛争の原因となっている尖閣諸島沖に、中国海軍の潜水艦が浮上したという前代未聞の事件がありました。自分の存在を隠して行動するはずの潜水艦が、海上に姿を現した理由をめぐって、大騒ぎになりました。真相は、空自と海自に執拗に追跡されたため、逃げ場を失ってしぶしぶ浮上したと推測されています。つまり、横流から逃げられないと白旗を上げたのだろうということです。逆に言えば、横流が接近していることに気がつかなかった、気づいた時は、もう逃げ切れる距離ではなかったということと判断していいのではないでしょうか？これほど横流の静粛性は優秀なのです。中国にとっては、メンツを潰されたことになりますから、海軍内では大騒ぎだったのではないかと思います。国民には知らせなかったでしょうが。そんな軍事大国中国が、巨額の資金をつぎ込んだ海軍の源泉には、数多くの騒音トラブルが発生して、対応に苦労しているとか。それを考えると、静粛性に関して、覇王流派世界最高の潜水艦と自慢して良いと思います。